囚われの館。上の列の人、全体的に顔色悪いな。ゴー！あ、ちょ、まだゴーじゃなかったわ。ゴー！え？よーい！どうすればいい？あー！入れる！2個込むしかない！見られてるよ。入ってるところ見られてるよ。普通に、お前。ねが、ピロロロロ、ピロロロじゃん、お前。入ったところ見られとるわ、バリバリ、お前。危ないところだった。骨盤大粉砕。そいつはドアの前を行ったり来たりしている。どうやらこの中には入ってこえないみたいだ。なぜだ、なぜ入ってこないんだお前。よかった、とりあえずここに立ってこもっていれば。そう思ったら習慣だった。そんなに逃げないでよ。どうして。いや普通入ってくるだろお前。おるとおるんじゃないかって思ったら入ってくるだろそりゃ。扉は閉まっているはずなのに、どこから入ってきたの。暗いトイレの中に金色のナイフらしきものが光る。それじゃいただきまーす。やめてー、殺される。ちょっと待ったー。その時急に部屋に大きな声が響いた。誰だ。邪魔が入ったか。するとそのものは早っ、この小さい隙間から通るもおかしいけど、すごい素早く出てきたな。おい早っ、そんな小柄なやつなんじゃ。私助かったの。危ないところだった。もう出てきても大丈夫だ。よかった。その声はジンさん。やった、ジンさん。カエが助けに来てくれたんだ。私はゆっくりとトイレの扉を開いた。ジン、ありがとう。違う、髪の色は一緒やけど違う。誰。え、僕はジンじゃないよ。あなたは。大丈夫だよ、そんなに怖がらないで。僕は君の味方だからね。そうなの。どう見ても館側の人間じゃん。そのすごい不気味な服装、館側の人間じゃん。僕は弱い女の子には嘘はつかないよ。僕の名前はハル、よろしくね。チャラそう。どうも。わ、こいつ絶対彼女ができても他の女の子に声かけるタイプのやつだ。もう女の子にビンタされればいいタイプの人間だ。それにしてもさっきは危ないところだったね。助けてくれてありがとう。どういたしまして、トベリグフル、トベリグフル。いつの時代だよお前は。だガチャー。大丈夫か。あーよかった、本命のジンさんが出てきたじゃないか。ゲジン、あ、知り合いなの。どうしてお前がここにいるんだ、ハル。だって僕もこのことお話ししたかったんだもん。いいから早く出ていけ。もうそんなにカリカリすんなよ。何、この二人知り合いなの。僕も仲間に入れてくれたっていいだろう。ダメだ、お前は助けすぎる。助けすぎる。それにお前も知ってんだろ、これはこいつ自身の力で脱出しないと。え、一体何の話をしているの。わ、私自身の力。それはそうだけど、とにかく早くお前はどっかに消えろ。ちぇ、相変わらずの石頭だね。まあいいや。じゃあね、君、LINE を交換してほしいんだけど。あ、はい、スマホ持ってないです。残念。今度はジンがいないときに会おうね。あ、ダメだ。こいつ二人きりで会ったとき、やべえことしてきそう。
フレンチキスがしてきそう。そう言うと、その謎の人物は消えてしまった。ジン？今の人は…そんなことはどうでもいい。どうでもよくはないですね。どうでもよくはないですね。あんな奴に絡まれといて。絡まれそうですよ、あんな奴に絡まれて。それで何者かもわからないままで終わるそうなのは嫌だ。だから俺は気を抜くなって言っただろう。俺ももっと警戒しておくべきだった。こうなり早く住人が動き出すなんて。やっぱ住人だったんじゃあいつ。どうしてあなたは私を助けてくれるの？私はついさっき出会ったばかりなのに。それは未来の奥さんだからだよ。え？勘違いすんなよ。お前を助けるつもりはない。ツンデレだ。ツンデレ的なやつだった。え？この館から脱出したければお前自身の力で出るしかないんだ。私自身の力？なんか秘められた力があるのかい？ジン君、どういうこと？っていうか、そもそもこの館は何なの？それは今は教えられない。え？とにかく今は鍵を手に入れることだけに集中しろ。でも今は全て理解しなくてもいい。どうせそのうち思い出す。この館のことや俺たちのこと、そして自分のこともな。そうね、まだ自分の名前も知らんのよな。なんて名前なんこの女の子って聞かれて、ちょっと答えられない自分が情けない。わかったよ。どうせやるしかないんでしょ。うん、ようやくその気になったか。じゃあ早速だが、さっき襲われた時犯人を見てねえのか。それ重要ですよ。あんなすばしっこくて狭いところを抜けれるんやけん、小さい子よな。暗くて姿がはっきり見えなかったの。これでさ、これで、あの主人の妻の方だったらさ、あのおっぱいでそんな狭い隙間くぐり抜けれるのみたいな感じになるからね。多分妻ではないわ。妻だったらこの狭い隙間はくぐり抜けられない。おっぱい使えるからね。使えねえな。あ、そういえば暗闇の中に金色のナイフが見えたの。金色のナイフか。それはいい情報だ。相手を特定する手がかりになる。でも今変に館を歩き回ったらすぐに殺されちゃうんじゃ。それは大丈夫だ。住人たちは見境なく襲ってくるわけじゃない。どういうこと？心の住人たちは人を殺すことを楽しんでいる。だから自分のこだわりの方法でお前を殺そうとするはずだ。こだわりの方法？じゃあそのこだわりの方法以外では殺さないってことだね。あ、やっちまったみたいな感じで、やっちまったで殺すようなそういう感じはないってことだね。それは 0% って言えるんだね。転んだ先に実は、運悪くナイフがあるとかそういう話にはならないんだね。ひどい。まあだからこそお前にも希望がある。住人に殺される前に相手を特定して先に鍵を奪っちまうんだ。あんまり自信ないけど、わかった。わあ、俺がこのゲームに入れるんだったらこの女の子を手助けしてあげたいよ。自分の力とは言わずにもう俺の力も貸してあげたいよ。それにオイドハルは住人たちの前に姿を現すことはできない。どうして？住人たちはオイたち二人を相当嫌っているからな。避けられる。オイたちが見つかればきっとお前の邪魔になる。じゃあ私一人でやるしかないの？そういうことだな。そんな。まずは金色のナイフがどこにあるのか探さなきゃ。ナイフがありそうな場所か。とにかく探してみよう。どうした？ああ、一緒に出て行ったんか。びっくりした。
じっくり何かされるかなと思ってないか、お前。おるやん、お前。ハルくんおるやん、お前。ハルくん、LINE 公開しに来たよ。いやぁ、せつなケースでよ。お前、俺の挨拶するな、お前。俺と挨拶かぶるな、お前。俺の挨拶じゃ、それは、お前。あなたは、確かさっきの。ハル、19歳。奇抜な服装が特徴的な青年。ジンと同じく住人たちから隠れて行動している。ジンと同様にシンクを助けようとしてくれるが、ジンに止められている。見た目の派手さと比べて喋り方はショーって何だ、少ない。え、僕の名前はハルだよ。ちゃんと覚えてね。うん。それよりさっきはごめんね、 LINE 交換してくれなくて、交換してあげられなくて。いや、それはいいんです。え、ジンはいつもあんな感じなんだ。ぶっきらぼうで石頭だし、もしジンに何かひどいことを言われたら僕に言ってね。ありがとう。そういえば君は何してるの？え金色のナイフを探してて。銀色のナイフ、そんなものを見たことないな。そっか。それより君、僕とお茶しない？銀色のナイフとかどうでもいいじゃん。どうでもよくないです。でもナイフだったらキッチンとかにありそうじゃない？ハル君、それ俺も思ってたんだ。残念だったな、俺も思ってたわ。でもお前のことが気になったからお前に喋りかけに来ただけで、その次にはキッチン行こうと思ってたわ。残念だったな。キッチン？うん、包丁とか置かれてそうだしさ。あ、ありがとう、探してみるね。いいってことよ。それぐらいの情報、切なケースだったらすぐに分かってましたけど。ハル君、君そんな誇らしげに顔してくるけど、分かってましたけど。分かってましたもんね。ハル君、残念でしたね。よっしゃ、キッチンか。キッチンはどこなんじゃ。キッチンはきちんと整理しなきゃいけません。あ、ここキッチンあるで。おお、見つかった。もう見つかった。うわ、住人たちがいる。入ってよかったんかな、これ。もうこの5人と愛添えたくないわ。みんなの前で金色のナイフについて話すのはあまりに危険だよね。とりあえず今は足まれないように自然に振る舞おう。あ、どうも、どうも、こんにちは、どうも。ですね、肩も見ます。リーサ、はてなはてなさい、いくつなのか気になかった。わ、この見た目で43歳とかあるかもしれんからな。いや、見た目、ちょっと年齢気にしたかった、俺は。お酒を飲むと性格が変わる、いわゆる、酒乱だ。また、酔った時は、喜怒哀楽が激しくなる。正直、苦手なタイプだ。ペットのネローニを溺愛している。でもおっぱいは大きい。推定 F カップ。わー、やっぱ好きはうめえな。お前、前もそんなこと言わんかったっけ。もっともっと先を持ってこい。まだまだ伸びられてるんだよな。やっはっはっは。ワンちゃんこれたくさん先飲まして眠った時にやれるんじゃないかな。この人、かなりお酒が好きみたいね。なんか、苦手なタイプかも。おう、主人の方。ルーム、この焼けた主人。気前がよく、いつも笑って何でも許してしまう。正直、外見はかなり不気味である。そうよな。ああ、そろそろ眼科行けばいいのに。もうカエルみたいな目の出方してもらおう、お前。やはり、我が家の料理は美味しいな。ところでお客様、さっきは食事中に寝てしまったみたいだが大丈夫だってかい。いや、お前、多分お前らの中の一人で誰かがいるだんぞ。お前、眠り薬。お腹が空いてたらいつでも言っておくれ。我が家の自慢のコックたちが絶品料理を作ってくれるから。お前、それ仕掛けてくるだろ。お前、何か仕掛けてくるだろ。お前、絶対。お前は、はい。この人、何なの？なんかちょっと怖い。ネローニ、ふむふむ。ネローニは本を読んでいる。
白色。お、意外と白色。猫が本を読んでる。やっぱりこの猫普通じゃない。館に住む謎の喋る猫リーサのペットで、いつもリーサといる。とても勉強熱心で、いつも本を読んでいる。わあ、こいつの爪の赤を煎じて飲ませてやりたいな。勉強しないお前らにな。おいらに何か言おうかい。え、あ、こいつワンちゃんお腹のあたり四次元ポケットつけてるんじゃないのか。何を読んでるの。今は天文学の方を読んでいるんだ。天文学。お前宇宙に行きたがってるのか。お前天文学そんな難しい方を読んでるの。そんなに驚くことはないだろう。いや、猫が喋ってる時点で驚くんですけどね。お前自分の体を鏡で見たことある。お前自分の立場を考えたことある。ネローニって一体何者なの。呪いで猫にされてるんじゃないの。もしかして恋という呪いか。このお母さん実は恋をしているんだけど、呪いで猫に変えられてる。でもそばにいられるなら幸せなのだ。そういうストーリーが見えてくる。私にはそういうストーリーが見えてきます。あ、キズナアイちゃんチル。いや、だいたいハテナやな。年が年齢公開したからないな、この家族は。いつも人形を持ち歩いてる少女。自分の思い通りにならないとすぐに泣き出してしまう。いつもモルホに付きまとってはわがままを言う。モルホって隣の男の子かな。お姉ちゃん、今からおままごとしようなの。え、突然。い、今はちょっと遊んでくれないな。やめろ、甲子園のサイレンみたいな泣き方するな。お前はリーグル。あ、いきなり どうした。お前話しかけてもないのに。お前常に周囲を疑って生活している。警戒心がかなり強く、いつも挙動不審である。おそらく友達はかなり少なそう。やめろ、お前そんなこと言ってあげるな。お前は右の肩に乗せている不気味な猫は謎である。おい、お前チルを泣かせたな。泣かないで。あ、後で遊んであげるから。ほんと？やったなの。それじゃあ後でおままごとするの。お前泣けば何でも許してもらえると思うなよ。お前は人生それ成長してから人生それで詰まってくるぞ。お前詰んでくるぞ。お前そんなことしてたら。お前、いや、私との約束なの。うん、私はお前を信用していないからな。じゃあ言わせてもらいますけど、私だってこの家族全員信用してませんからね。もし次チルを泣かせたら許さないぞ。この人をすごく疑い深い。怪しまれないように行動した方がいいかも。こいつ強敵やな。この料理いつもと味が違う。もしかして毒が入ってるんじゃないだろうな。ちょっと味変えてみただけでそんな疑い。何を言ってるのこの人。ん？なんだ、私に何か用か。なんか髪型独特ですね。おどおどしている態度、やはりお前怪しいな。何か企んでいるんじゃないのか。図星、図星、梅干し。別に何も企んでないですよ。本当か。お前、私はお前を信用しないからな。さっきも聞きました。なんか私すごく 疑われているみたい。この人はちょっと注意した方がいいかも。ですね。お、いろいろあるな。お、タイミングよく誰もおらんのじゃ。ここなら包丁とかも合うだろうし、最悪襲いかかられたら反撃するぐらいの武器は欲しいな。金色のナイフが見つかるかも。探せー探せー。お、なこれ。
何その真実のやつみたいな、手を入れてガブって構えるやつみたいなやつが、なんだこれは、お前。赤い飲み物。これは、なんだろう。他にも、あ、引かとるところしか、アイテムないんかな、これもしかして。他には何もアイテムなさそうやし、調べても、まあ、こういう文字は出てくるんか。鍋は、ここに子供たちを入れて煮込むというのがお仕置きなのか、この家では。これだよな。あ！包丁！でも普通のか。めっちゃ包丁あるやんけ。なんで4本も包丁あるんや、お前。料理以外にも使うだろ、お前。絶対、お前。それ、料理以外にも使うやつや、お前。絶対、お前。でも、金色のナイフなんて、ないみたい。その時だった！わあ、ババア。ババア言っちゃった。名前出してくれんけど、ババアって言ってた。コックババア、コックババアやな。コックババアって呼ぼう。やがらでは働くコックの女性。体も大きく、怒るとかなり怖い。おう。あなた、こんなとこで何してるの？あれ、どんな声だった？こんな声なかった。あなた、こんなとこで何してるの？わ、勝手にキッチンの中うろうろしていでもらえる？すいません。うわぁ、相変わらずボリューミーだな。これは私の大事な調理道具コレクションが。え？ない！私の大事なあれが！ない！溜めた上にすごい伸ばすのやめてもらえませんか？俺の喉痛いんですけど。金色のあれ、まさしく犯人が使いよったやつじゃない。もしかして金色のナイフのこと？まさかあなた方が盗んだじゃないの？違います。わ、私じゃありません。私も今ここに来たところなんで。どうでしょうね。もし嘘なんてついたろう、私は見かけによらず怖いわよ。いや、見かけによってますね。十分見かけによってますね、あなた。見た目通りの怖さを出してるような気がしますね、私は。あとさ、もう、腰回りにたくさん刃物をつけてますね。怖いですね。本当に、私じゃないです。いや、お前、なんだ、澄ました顔は。その澄ました顔やめろ、お前。いきなり、お前。さっき前のお前はどこ行ったんや、お前。今頃そんな顔になっても遅いぞ、お前は。そう、そこまで言うなら信じてあげるわ。私優しいでしょみたいな顔してんじゃないの、お前。わあわあ、お前。見かけによらず優しいとこじゃないよ、お前は。二重人格でも持ってんのか、お前。実はお前、よかったけどさ。じゃあ子供たちがいたずらで持っていたのかしら。もう忙しいのに困るのよね。子供たち？この人言ってる金属のあれが何かわからないけど、子供たちってモルフォかチルのことだよね。あの二人のどちらかが金色の何かを持っていったってことか。なるほど。じゃあまずはチルかモルフォを調べた方がいいかな。おお、部屋の前に移動してくれるんだ。ってことは、この部屋にいるってことか。セーブできるんかな、このゲームって。できない。セーブはできないです。遊戯ボーイ。ヒントとかあるんやな、これ。アンサーあるで。もうバリバリアンサーあるでだよ、お前。もう詰まったらここでアンサー見て、それで攻略してくださいみたいな感じであるで。今はちょっとヒント見んでおこう。自分の力でやりたい。まずは、キズナアイじゃん、お前。キズナアイ。チューって名前なんか知らんぞ、キズナアイ。あ、お姉ちゃんなの。はい、お姉ちゃんです。どうかしたの？この子が金色のあれを持ってるのか確認しないと。どうやって？ストレートに聞いちゃう？金色のあれ持ってる？うん、持ってる。金玉。もしかしたら、この子が私の
襲った住人かもしれないんだし、サイコパス感があるから十分あるよな。遊んでくれなかったのグザ、怪しまれないように自然に振る舞わなきゃ。チルは今何してるの？お人形さんと遊んでるの。このお人形は私のお気に入りなの。そうなんだ。どこにも金色のものなんて見当たらないな。この光灯はなんだ？一体の人形を取り囲むように人形は並べられている。囲まれた人形は下をうつむいている。中央の人形はまるでいじめられているみたい。他になんかあるんかな。喉が痛い。あ、日記だ。女の子、この女の子、日記をつける趣味があるのか。な、これ俺の方もあった。な、鳴らしたら、それ私の何の勝手に鳴らさないでほしいのって言って刺してくるじゃないの。これは？これは日記？子供の字で書かれているようだ。チルが書いたものかな？読まないの？ああ、読まないか。わあ、女の子のベッドだ。じゃあいいか。次、モルフォね。モルフォくん。棚もあって、モルフォくん。わ、なんかすごい怪しい。怪しい水槽あるんですけど。怪しい水槽あるな、おい。何か実験体を中に閉じ込めて何かしようとしてるんじゃないの、お前。化学用品とかあるっす、お前。液体や動物の死骸。マッドサイエンティストの塊だ。なんだお前、人体実験か、お前。金色の刃物を探してここまで来たのはいいけど、注意して話しかけないと。この子が私を襲ってきた住人かもしれないわけだし。モルフォ、ちょっぴりやんちゃでいたずら好きの少年。よく嘘をついて人をからかっている。しかし難しい本を読んだり何かの実況をしたりなど頭はいいようだ。どうしたのお姉ちゃん。モルフは今何してるの？僕ね、動物実験が趣味なんだ。今はその実験用の真っ最中戦わせてる。なにこのトカゲ、尻尾のあたりが来そうか、気持ち悪いな、お前。そうなんだ。あれ、金色、ハサミとはいえ金色。金色のハサミだ。どうしたのお姉ちゃん。このハサミが気になるの？うん、綺麗なハサミだね。これはキッチンの棚にあったから勝手に変えてきちゃった。お前勝手に変えてきてってないんだ、お前。そういうのは人の持ち主にちゃんと断りを入れないといけないんだよ。勉強になっただろう。そうだったんだ。あの子が言ってた黄色のあれって金色のハサミのことだったんだ。なぜだ、なぜコックにはハサミを持っているのだ。何なの、コックをやってるけど将来的には美容師になりたいっていう、そういうことなのか。あくまでバイトなのか、これ。じゃあもしかしてモルフォがあのハサミを使って私を、あ、そうか、暗かったけんよく見えてなかったけん、ナイフじゃなくて実はハサミだったみたいな。それもワンチャンあるな。ハサミでも人殺せそうな気がするし。でも私の記憶ではナイフなんじゃ。でもさ、暗い中でさ、人の姿が見えんぐらいやけんさ、ワンチャンナイフじゃなくてハサミだった説もなくはないよな。あ、お前出てきた。どうした、お前。お兄ちゃん、お姉ちゃん、チル、勝手に入ってくんなよ。おままごとしようなの。俺は今忙しいからダメだよ。そう、じゃあお姉ちゃん、おままごとしようなの。おいおいおい、どうしてお標的をこっちに変えてくるんだ。お前そこで泣いてお兄ちゃんに抱きつけよ。お前抱きつけよ、お兄ちゃんに。お前
なぜお兄ちゃんの時はまあいいやぐらいに思ってるんだお前。ここで私が断ったらお前泣くだろお前。で、あの変な髪の男出てくるだろお前。泣かせるんじゃない、泣かせたな。みたいな感じで出てくるだろお前。どうしよう、今そんな暇はないんだけど。一緒に遊んでくれないと私泣いちゃうんだから。泣いちゃうはいとも言えども言う前に泣くなお前は。ああ、こうなるとチルは泣き止まないんだ。そうなんだ、わかったよ。めんどくさいけど少し付き合ってやるよ。お姉ちゃんも一緒だからね。え、わ、私も。もちろん。わ、わかったよ、ありがとうなの。じゃあ早速やるの。まずはお料理をするの。あお前さ、その重要アイテムをそんなさらっと出すなお前笑ってまうだろお前。何お前その重要なアイテムさらっと出すなお前あれって金色の包丁。ナイフではなかったけどだいぶ似とるもん。お姉ちゃんどうしたの、そんなにこの包丁を見つめて。じゃあこれお姉ちゃんが使っていいの。いいのかよ、いいの。あ、ありがとう。もしかしたらトイレで見たのってこれ。ん、でもこれゴムみたい。あ、ゴムか、よかった。この女の子の趣味なんかな、そういうのを使うっていう。おままごとでこれを使うっていうのが。あー、そうか、結構光るものが好きなんだね。将来的にジュエリーとかそういうのか好きそうになる、そんな女の子か。とても柔らかい。これで私を殺すことはできないよね。お姉ちゃん何をぼんやりしてるの。ごめん。それじゃあ私はお嫁さんなの。おお、やっぱこの年の女の子の将来の夢、お嫁さんかな。だから結婚指輪をつけるの。お兄ちゃん私に指輪をつけてほしいの。え、俺嫌なの。お前何でも泣いたら許されると思うなお前。わかったよ、泣くだよ。本当にジルは泣き虫なんだから。ほらこれでいいだろ。ありがとうなの。すごいなこの男の子、ちゃんと気が入ってる薬指につけてる。わかってるなお前。これでお兄ちゃんと私はハッピーウェディングなんだ。お前それはハッピーウェディングの意味知ってて言ってるかお前。そう。その後もしばらくそのおままごとは続いた。ありがとうなの、もう満足なの。そうそうしか反応できないことを言うんじゃないわお前は結局金色のナイフは見つからなかったし、一体誰が私を襲ったんだろう。はあ、泣き虫だったね。そうだね、そうなんだ。はあ、僕は早く実験の続きをしたいのに。お兄ちゃんって大変だよね。妹ができたらこんな感じなんだろうか。え、おう、なこれ食い散らかしたような残骸。モルホの部屋にあるんだろうか。なんでモルホの部屋に。怪しいもんまで飼ってる。どこ行こうかと。なになに、うわー、棚が動いた。てかこんなところに棚あったっけって感じだけど一体何？棚型の洗濯機かな？中で洗濯しているのかな？この棚どうして動いているんだろう？ん？棚と床の間に何かいるっぽい。一応調べてみた方がいいかな？何？え？
こんな選択肢今まで出なかったよ。調べるけど。よし、隙間を見てみよう。そう思い私は隙間を覗き込んだ。暗くてよく見えないな。え、猫。わあ、な、何、目玉。ん、おいらに何か言うかね。お前かい。